大井は海上自衛隊の護衛艦、椅子津型護衛艦の4番艦。艦名は大井川に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては、旧海軍の熊型刑寿命艦、大井に続き2代目にあたる。大井は第一次防衛力整備計画に基づく昭和35年度計画を継がた警備艦船214号艦として、 飯野の重工舞鶴造船所で1962年7月10日に寄港され、1963年6月15日に浸水、1964年1月22日に収益し、大港地方隊に直轄艦として編入された。1964年2月27日、第3護衛隊軍令下に、第32護衛隊が新編され、 同日付で収益した北上と共に編入された。1968年12月16日、第32護衛隊が大港地方大霊下に編成がえ1970年にソナーの乾燥工事が行われた。同年9月9日、海上自衛隊演習に参加中、津軽海峡西方で先行中の潜水艦、春潮と接触し、 春潮の潜望鏡が破損した。1982年8月1日、青森港沖で体験公開中、後部山陰地方の空砲が暴発し、乗船者27人、乗員5人が負傷した。1990年1月31日、第32護衛隊が廃止となり、特務官に種別変更され、艦籍番号が ASU-7017 に変更。 佐世保地方隊に直轄艦として編入され、定携艦が佐世保に転籍。なお、特務艦への改造工事で長魚雷発射艦が撤去、されている。1993年2月5日、除籍。海上自衛隊ニュース、世界の艦船第166号、解任者。1971年6月、81ページ。我が国の艦艇事故。 世界の感染台528号解任者1997年9月81ページウィキメディアコモンズには大いに関するカテゴリーがありますありがとうございます